いあったかい、熱気が来る。ママトラの時間がやってまいりました。今日は群馬県嬬恋村万座温泉に来ています。そしてはい、こちら今日私が泊まるのは万座高原ホテルです。万座高原ホテルのメイン石庭露天風呂、今日はこちらに行ってみたいと思います。すごくない？映るかな？ちょっと遠いかな？もうね、山の上に雲がかかってるけど、すごいでしょ。もうね、かなり上まで上がってきた。それでね、もうね、臭い。もう、硫黄の匂いがすごい。お風呂、楽しみです。なんかね、ちょっとエレベーター上がってちょっと上げて、またエレベーター上がってね、迷う。ちょっと広い。こちらにあります。はい、じゃーん。はい、まずですね、こちら洗面ですね。もう入ってすぐ洗面、なんかダイレクトに、ね、ちょっと。そしてこちらがシャワー、トイレ。なんか、まあトイレはまあはい、普通ですね。びっくりしたのはシャワー、もうザ・シャワー。この部屋、この小松さんの部屋を選んだんですけど、なんとこれ見てください。これがですね、ソファーベッド。だから一瞬ね、これちょっとなんか写真で見たときは、予約を取るときにはソファーなのかな、何なのかなと思ってたんだけど、実はこれソファーベッドなので、じゃーん。ほら、枕ね、枕でしょ。で、掛け布団。それでこれセッティング、おお、ほらこうやって出るので、ここに今シーツをこれを取って、ほらシーツでしょ。だからね、家族連れとか友達同士で4人ぐらいでも泊まれるよっていう感じになっているの。重い。あ、これはこれでちょっと新鮮、面白いと思いました。はい、まあ定番ですね、バスタオル。このホテルは浴衣なんだね。で、やっぱり山だからね、虫が出るのか、ベープを置いてあります。延長コード。そしてお茶セット。ポットはあの洗面所のところにありました。あ、こういう感じね。あ、これは照明だね。照明じゃない。ここからコンセントはないんだね。だからあそこから延長コードでっていうことなのかなね。そしてあの冷蔵庫使ってくださいっていう冷蔵庫。テレビ。そして見て、これこれ。ここはね、やっぱり群馬県でも本当にね、山の上の嬬恋村ってなので、なんとエアコンがない。エアコンがないの。だから暑い時は扇風機を使ってくださいっていうことなんだと思うの。だから多分夜は結構冷えるんじゃないかなね。部屋はこんな感じなんですが、まず朝食、夕食、ビュッフェです。そしてここ万座高原ホテルのいいところは、なんとお風呂、石庭露天風呂っていうのと、あと内風呂が百選の湯っていう内風呂があって、その内風呂は、百選の湯は男女もちろん別々なんですが、当然ね、なんですが、石庭露天風呂がなんと混浴なんです。こちらが、ね、女性と男性用で、これが内風呂。
でちょこっと外にね内風呂と露天があるんだね。でここね石庭露天風呂、これがね色がついてるんだね。わかる？いや女性男性でこう皇室から出て混浴になる。これはね女性専用って書いてあるね。そしてね見てください、これですよ、これね、わかる？ほらお湯の色わかる？さっきねこう見たら黄色いのがあったの。こっち透明なんだね。でもさこうやって違うよって言ってるけど、さっきのねなんか黄緑っぽいのもあれば濃い黄色もあったよね。これ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 龍泉の湯、黄緑のようなね。これが温泉の何源泉なの、混浴でも 1,2,3,4,5,6,7 で内風呂を入れて8種類あるってことでね、楽しめる混浴なの。それでねこれがまあ男性がね巻くこう隠すやつ、これはちょっと太ってる人はどうなのかなっていうのはちょっと疑問に思うんだけど、あと背が高い人にはちょっと短いのかなっていう気もするんだけど、で女性は100円でこのバスタオルをレンタルできます。でまあ巻いて、はい、入ってくださいねっていう、まあこれが一番まあ安上がりなんだけど、この他に女性は1100円ぐらいだったかな、湯あみぎっていうのが買えます。それはレンタルじゃないんで買うしかないんですけど、そうするともうほら肩紐がついてるから動いても何してもねバスタオルと違ってはだけないから、もう落ち着いてゆっくり気にしないでっていう人は湯あみぎを買った方がいいかもしれない。そしてですねまずお風呂は白いお湯と珍しい黄色いの、あと透明なのとか4種類自家厳選してて高原の湯が楽しめるんだって。部屋よりも何よりもここの高原ホテルの魅力はお風呂なので楽しんでいきたいと思います。はい、それではお夕食でございます。バイキングなのでいろいろありました。こちらがお刺身、カツオ、マグロ、イカですね。そしてサラダ、そしてこれがアスパラのグラタンでした。そしてですね、まあ天ぷらと、これがなんとですねプリンみたいだけど、これかぼちゃなんですね。そしてこちらがなんと湯葉こんにゃく、湯葉のこんにゃく酢味噌で食べます。こちらこれは珍しいですね。そしてまあシューマイ、春巻き、そしてこれがローストポーク、これが妻恋さん豚のもつ煮だそうです、ね、これは地元のものなので。そしてこれがですねちょっと変わってるんですけど、豆乳のじゃがいもスープだそうです。そしてまあお蕎麦で、これがねお味噌汁ではなくつくねのスープなんですね。そしてこれが冷やし豚しゃぶポン酢で、見て面白いでしょ、アイスみたい。ドリンクバーがあるので、例えばメロンソーダにこれを入れたらメロンフロートみたいな、バニラって書いてあるね。面白いですね、こういうのもありました。デザートはまあぶどうパイナップル、そしてわらび餅に
一口っ子ケーキ、こんな感じでした。ざっくり持ってきたんですけど、まあしのこずはなかなかありましたよ。私はこれで十分大満足です。それではいただきます。おはようございます。朝食でございます。いかがでしょう。こちら肉じゃがですね。切り干し大根にきんぴら、サバと卵焼きで、デザートスクランブルエッグに、これがアイミンですね。和食中心ですね、どちらかというと。そして私は持ってきませんでしたが、もちろん朝のカレーもありました。そしてこちらです、大和豚のキャベツ炒めですね。やっぱりこの嬬恋村はキャベツで有名ですからね。それではいただきたいと思います。素敵。